はい、ナグスギターズのですね、チョップタンク、SSH のトレム、ご紹介したいと思います。3シングルのものとかですね、いわゆる、テレのリアのピックアップのフロントハムとかっていうものは、過去にちょっと入荷してきておりますけれども、今回はですね、チョップタンクのこの SSH のトレム、が、入荷いたしました。まあ、シンプルな、カラーリングですけど、エイジドアイボリーというこのカラーですね。まあ、ホワイトブロンド、ちょっと濃いような感じなんですけども、少しこう焼けた感じの、まあ、ホワイトブロンド系なんですけども、ピックガードもこうやってウッドの、ものがついておりまして、全体的なこのトーンですね、新しいトーン、というよりはこうちょっとこう古びた感じの、フィニッシュにこのネック含め、あとこのパーツですね、アームの先端スイッチの、このノブですね、この辺も全部ちょっとこう焼けた感じの、色合いになっておりますので、全体的な落ち着いた感じの、個体でございます。でピックアップは、こっちのシングルの方ですね、フロントとセンターの方が、リンディ・フレーリンの、ブルーススペシャル、リアがですねベアナックルのミュール、これがタップが切れるようになっております。でワンボリュームの、こちらの方のトーンですね、ツートーンになってますけども、真ん中の方のトーンは、こちら2つのシングル、センターと、フロントのトーン、マスタートーンになっておりまして、この1つの、外れというのはリアのトーン独立しております。でここがスイッチポットになっておりまして、リアの方が、タップが切れる、そんなコントロールの、配列になっております。ネックシェイプはですね、いつもいつも、言っておりますけれども、この吸い付くようなネックですね、素晴らしいネックシェイプをいつもしております。まあ、フェッダースタイルの、ネック、握り込みやすいタイプ、引き慣れている方だと本当にもう何の違和感もなくこう上から下まで全部スッと吸い付くような、素晴らしいネックシェイプは、まあ、さすがナグスかなというところではないでしょうか。でナグスの間のメープルの、ネックの、フィンガーボードもメープルのタイプはワンピースのメープルじゃなくてですね、まあ、貼ってあるいわゆるハリメープルと言われているラミネートメープル、まあ、あとはメープルキャップとかっていういろいろな、まあ、言い方をしますけれども、指板自体は、貼ってあるものになっております。なので裏にこういうスカンクのストライプとかはないんですけれども、この貼ったメープルってワンピースのネックよりもちょっと独特のコンプレッション感というのがさすがにあるんですね。ワンピースよりもその音のストレートさというよりは、まあ、ローズもそうなんですけど、指板が張ってある部分のコンプ感がやっぱメープル同士で張ってもやっぱ出るもんですから、そこの部分のメープルの硬さ、ブライトな明るさというところに少しこうコンプ、かかるような感じになりますので、まあ、若干の弾きやすさとか、あと音の太さですね、甘さみたいなのも出るので、まあ、あまり弾いたことない、方はぜひ弾いていただけるとですね、よろしいかなと、思います。
まあ、チョップタンクはですね、過去いろいろ入ってきましたけども、まあ、あの好みもあるんですけれども、やっぱアッシュボディの、まあ、メープルネック、ですね、メープルシバンのメープルネックと、この組み合わせがやっぱりあのちょっとこうテレっぽいところもあるので非常によろしいんじゃないかなと、思います。今回のこの SSH もですね、あのタップが切れるので普通の3シングル状態で使えますし、まあ、あの張りのあるですね、シングルサウンドと、まあ、リードの時 の, あの、まあ、ドライブサウンドした時のこのハンバッカーのサウンドですね、この辺をあの結構オールマイティにいろいろ使いたいなと、一本でいろんなことをやりたいなという方には非常におすすめの一本でございますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。